ルートフィスクを中心にジャガイモやエンドウ豆のマッシュを添えたノルウェーの伝統的な一皿。香港ではノルウェーの食文化について解説する。国土の多くが濃厚に適さないノルウェーの料理は産地や海岸で採れるジビエと魚介類に重点を置いており、畜産物中心の隣国デンマークとは交代賞である。現代のノルウェーの食卓も 伝統的な、質素な料理法が主流だが、諸外国の影響を受け始めている。露蜂天諸島での魚の天日干し風景。ノルウェーの食文化の最も大きな柱が海産物である。特に魚類は、古くから様々な種類が、食卓に上り、大西洋だら、酒、大西洋にしん、イワシ、サバなどがよく食べられている。沿岸地方を中心に、頭や卵巣。 肝臓などを除かず、天日干しもしくは燻製にして保存される。現代になって人気が出てきた甲殻類のうち、カニは漁師やカニ漁愛好家によって、壺型の仕掛けで捕獲され、エビは小さなトロール船で捕獲したものを調理して、鳩場で売っている。ノルウェーの輸出品として、最たるものは、大西洋ダラを加工したヒダラである。ヒダラは何、世紀もの間、 世界の食を担ってきた。特に、イベリア半島とアフリカの海岸部において欠かせない、食料だった。愛好会時代から産業革命の時代にかけて、ヒダラは大西洋貿易を支える重要な食料だった。日本の棒ダラと同様に天日干しにしたヒダラは、非常に、硬く、木槌でよく叩き、何時間もかけて、アクで戻すルートフィスクという料理にして食べる。 また、同じく、ノルウェー名産のスモークサーモンは、ノルウェーの主要な輸出品として、世界中の食卓に提供されている。スモークサーモンは、古くから、様々な種類が存在し、入り卵に添える、ディルを散らす、サンドイッチにする、マスタードソースをかけるなどして食べられている。スモークサーモンに似たものに、グラブラックスという生の鮭を、塩、砂糖、ディルに漬けたものがあり、 響きの良い,い商品名に改名して輸出もされている。地面に埋めるという名がついているのは、もともと塩酒を地面に埋めて発酵させる発酵食品であった名残である。他、現代も残る発酵食品としては、マスの発酵食品ラークフィスクがある。20世紀まで、魚以外の魚介類は、量の手間がかかることと保存が効かないことから、種類を問わずほとんど食用にされなかったが、現代では、 エビやカニ、ムール貝などが夏の味覚として好まれるようになっている。ムール貝はニンニク、パセリと共に白ワインで蒸してパンと一緒に食べる。貝殻に残るつゆは濃い生クリームに混ぜてスープにする。ロブスターも人気はあるが乱獲防止に漁獲量の制限があるため高価でめったに食卓に登らない。夏の行事として クラッペラグというカニを供する野外パーティーが開かれる。調理済みのカニを購入するか、大鍋で生きているカニを料理して、田舎風に、パンの上に、マヨネーズと、カニ、銀杏切りにしたレモンを乗せて食べる。トナカイのステーキ高級料理はヘラジカ、トナカイ、カモなどのジビエが中心である。自ら狩りに出向いていた獲物を売ったり人に送ることも、あるが、贈答用として広く販売もされている。 野生動物独特の臭みを消すため、土壌のみで風味付けした濃厚なソースをかけ、コケモモのジャムを添えて食べられる。羊肉を中心とした加工肉は地域ごとに多様な種類があり、サワークリーム入りの料理にしたり、平たいパン、小麦粉、ジャガイモに包んで丸めた蒸し料理にされる。特に人気が高いのは、フェナロウという子羊のモ肉を塩漬けにした生ハムの一種。 燻製にしたソーセージなど、ホーリコールというキャベツと羊肉のシチューがよく食べられる。西ノルウェーの郷土料理には、ピンネヒョットという羊のもも肉を何時間もかけて蒸し上げるクリスマス料理、スマルブという羊の頭の燻製がある。産業捕鯨の影響で20世紀の初め頃、芸肉は牛肉の安い代用物として広く流通した。ノルウェーは主要な捕鯨国の一つとして、 捕鯨の継続を主張している。他のスカンジナビア諸国同様、伝統的な野菜は、カブとキャベツで、シチューなどによく使われる。ジャガイモは、アメリカ大陸から伝わったものだが、ノルウェー人にとって欠かせない食材となった。夕食の付け合わせとして、料理に添えるほか、塩漬け肉などを包んだジャガイモの蒸し団子などが好まれている。果実類としては、リンゴ。 サクランボなどに加えて、イチゴ、ブルーベリー、コケモモ、ラズベリーといったベリー類が海外にも名高い。野生のホロムイいちごは特に人気があり、泡立てた生クリームに混ぜてデザートになる。ドイツ菓子とよく似た北欧風のスポンジケーキ、デニッシュに加え、自家製、ケーキ、ワッフル、ビスケットに果物の砂糖漬けがよく使われる。風味漬けにはガルダモンがよく使われる。 クルームかけ、焼き上げたクレープを木型を芯に巻いて、塩水状に仕上げる。80%のノルウェー人が朝食と昼食に、いつもパンを食べるというほど、ノルウェーの食事にパンは欠かせない。ノルウェーで最も一般的なパンは、バターをたっぷり使ったデニッシュとは、正反対の乾燥した、硬く薄い全粒粉のフラットブレッドと呼ばれるパンである。ノルウェーでは、朝食、 昼食、夕食、夜食のうち、夕食の準備でしか台所に火は入れないという習慣があり、夕食以外はパンにチーズやサラミを乗せたスモーブローで済ますことが多い。菓子類としてはクリーム入りクレープ菓子のクルームカーケ、スポンジケーキにジャムを塗って生クリームで飾ったブルートカーケ、我が他のマカロンを塔のように積み上げたクランセカーケなどが有名。 物々交換の時代、ノルウェー人にとってバターは高額の貨幣のように取り扱われた。結婚式には若い夫婦の前途を祝って木型で四角錐にかたどった大きなバターの塊がテーブルに飾られた。1日のほとんどをパンにチーズを塗った軽食で済ませる。ノルウェーではチーズは必需品である。海外でよく知られているヤールスバーグという牛乳でできた薄味のチーズ。 非常に甘いエトストというヤギ乳のチーズ。牛乳剤を使わずに牛乳を沸騰させて作る。ガンメルオストという長く熟成させた刺激のあるサワーミルクのカビチーズなどがある。ユーレル。これはダールス醸造所のもの。統計サイトのネーションマスターによると、平均的ノルウェー人は1年あたり160リットル、豆の重量にして10.7キログラムのコーヒーを飲んでおり、 ノルウェーは主だったコーヒー消費国の一つである。食事を終えた後に客と手作りのデザートとコーヒーを味わいながら寒暖するのはノルウェーの日常風景である。コーヒーは大抵混ぜ物なしのブラックでマグカップに入れて供される。19世紀頃までノルウェー人にとってブランネという水と乳製を混ぜたものかビールが主な飲料だった。大量生産によるものとは別に マイクロブルワリーはバイキング時代以来の長い伝統を持っている。ピルスナスタイルか赤大麦を原料にしたレッドビールが主流だが伝統的なノルウェービールは爆が100%でアルコール度数も高い。MAC 社のユーレルというクリスマスビールは伝統的なノルウェービールの製法で作られている。ブドウの栽培は北国のノルウェーでは難しく、ワインは輸入がほとんどである。 その他の地酒としては、ジャガイモを使ったキャラウェイ風味の上流アクアビットや、北欧神話に知恵を与える、霊酒として登場する水で薄めた蜂蜜から作る、蜂蜜酒がある。種類は4.75%未満のものは、一般のスーパーマーケットなどで販売されるが、それ以上のものは、国営専売公社、瓶物ポレット及び飲食店でのみ販売が許可、されている。 スモーブローユーレボールノルウェーのクリスマスパーティー。ありがとうございます。